スケッチ、ノコギリザメとは、ノコギリザメ木、ノコギリザメカプリスチャフォラデーに属する、ノコギリ状の糞を持つ魚の総称。あるいはその中の一種を指して言う。類似した形態を持つノコギリエイトは分類上、異なるので注意を要する。南アフリカからオーストラリアの沿岸海域、また日本近海にも生息する。ノコギリザメの糞は著しく変形し、 ノコギリ状の構造物となっている。長く伸びた糞は平らで、両側に棘のような葉が多数並ぶ。葉は長いものと短いものが交互に並ぶのが普通である。ノコギリザメは、この狂気を振り回すことで、餌生物に傷を負わせて気絶させたり、あるいはま、ぶたつに切り裂くという得意な習性を持っている。主な餌となるのは、小魚やイカ、甲殻類などである。また、 面積の広い糞の下側には、生物電気をキャッチする、小さな穴が多数開いており、砂の中にいるエビやカニなどを見つけて掘り起こして食べる。糞には2本の肉質のヒゲが生えており、捕食行動に関連していると考えられる。40メートル以上の砂塀質の海底を好み、夜活発に活動する。大きくなると、体長170センチメートルに達する。 ノコギリエえのように巨大になる種は知られていない。エラは、プリスティオフェラス属が5体なのに対し、プリアトリマ属の6ツエラのこぎりザメプリアトリマ王にーーは6体である。2基の背びれを持ち、尻びれをかく。体はやや縦に扁平で、訂正生活に適応している。あまり早く泳ぐことはできない。体制。子球内の子魚の糞は、柔らかい膜に覆われ、母体を保護する。 人には危害を加えず、また野生のノコギリザメを目にする機会もほとんどないと思われるが、危険を察知すれば、ノコギリ状の糞で攻撃してくる可能性があるため、刺激を与えること自体は控えるべきである。本種は漁業上重要で、ノコギリザメの肉は、サメの中でも上等とされている。日本産のものの肉は加工されて、かまぼこなどの練り製品の原料になる。 ノコギリザメかプリスチャフォラデーには二属十種が含まれる。日本産は、ノコギリザメプリスティオフェラスジャポニカス一種のみ。ありがとうございます。